ヨウソウトウチ全然なびいてるなびかねこの辺しかヨウソウトウチガニバージョン <laughs> はい、やっハロー、みなさんこんにちは、ミヤビンです今日はねー何を話すんでしょうかひモじーが来てからにしましょう安ンパイですひモじーお願いします安ンパイ あんぱい。あん。ぱい。あんぱいになったの。うええ、えーえー、これ出さないと、これ。これ出さないと。せっかく。ヒップホッパーなんだから。<ー>やよめん。よめ。何話すんですか。もうね、今日、これ八本目ですよ。 でも本行ったのかうん現在10時半ちょい前です23時半だ。いつもはね配信終わって君家ついてる子ですねまだこちらで撮影してると眠い眠いはいいはこれ流行るから流行るから流行んねえからこれ全部使かんだったらうちだからなそうですよ皆様眠い眠い C で DV で るマジックしたポタオデカイが本当に盛り上がるためにはっていうねポタオデカイ、うん、ポ,ポータブロー,ー,ーディオ、うん、いやこの間からね結構皆さんにね、まあ、綿さんにも言われたんですけど、はい、会う業界の人業界の人、うん、なんかねひもじいさんにポタオデカイの未来かかってますからとか言われてああ と思って、ちょっと喋りたいんですけど本当にだからなんだもうポタオデに限らずもう今さインフレからスタグフレーションあっ雅やや分かんないと思うけど全然分かんなかったインフレからさスタグフレーションになろうとしててさもう贅沢もんから売れなくなるんですよ全,全て値上がってんじゃないですかインフレっつうのは値上がってくるんだけどそれだけじゃなくて収入上がんないのに周りが全部値上がってくるわけですよああ 買わなないいじゃないですか、うん、それでも盛り上げていくにはどうすればいいか、うん、まあポタオデ会に限らずなんですけどガジェットとかも全部そうなんだけど、まあ、うちがレビューチャンネルだからそのを踏まえて言うけども、まあ、この間インフルエンサーマーケティング言いましたけど、うん、やめろおおお <laughs> いやそん時なんですよ。うん、結局ねそん時は売れるよ。うん インフルエンサーマーケティングやって影響力ある人にばらまいて「この製品はいいです素晴らしいです!」売れるけど、うん、買った人バカじゃないから、うん、買って「え言ってたのと違うじゃん」っていうのが毎回起こるわけですよ、うん、やってるとインフルエンサーマーケティングを。だからその人たちもさそのリスクがあるってなんで考えないのかな知らん。そこ不思議だよね普通に考えて。 な本当にポターオデかいを流行らしたいんだったら忖度やめるしかななないいんんですす、うん、政治と一一緒なんですけどあん、うん、あのねねじゃあ一生はんない、ね、もうねちゃんとねうちみたいなチャンネルだらけまあ、こういうやり方しろっていうわけじゃなくて、うん、忖度やめて悪いところは悪いいいところはいい音質もちゃんと語るで、えー、ダメなものはダメいいものはいいって。 やってからやってけば本当にいいものだけが売れるようになるんですよ、うん、本当にいいものが売れてくってことはそれだけ支持数が増えていくのでポタオデ業界自体が盛り上がっていくことになるんです結局、うん、今やってることっていうのは目先の金を追いかけてどん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 落ちてってるで、うん、ポタオデ業界がだから オタオで業界を盛り上げたいんだったらもうみんなさん正直にレビューはやるべきだし影響力があるところにばらまいたりお金を払って案件してもらったりっていうのを企業もやめないとまあ業界全体どん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 衰退していくねだインフルエンサーマーケティングって別に YouTuber に限らず有名芸能人使って売るとかまあスティマもそうよ 影響力ある芸能人とか有名人使って捨て間とか、うんまあ、あとこれいいよとかであの宣伝して売るっていうのはそれを宣伝したものが捨て間したものが本当にいいものだったら業界は発展するけど、うん、いいものじゃないのがどんどん宣伝されて売れていくと業界は衰退していくのでだからもうちょっとね考えた方がいいよっていうね。う 思うんすよねしかもね財布側の紐がすごいきつくなっている現在、うん、だからさ何て言えばいいんだろう飲食にしてもさ、うん、値段関係なく本当にうまいところはどんなに不役だろうが流行るじゃん、うん、でまずいところは客来なくなって潰れるじゃん、うん、でまずいところは金かけて宣伝して、うん 例えばインフルエンサーにこの店最高うまいとかっていう案件振ってまあテレビと一緒で数週間から1ヶ月は客が来ます、うん、でも本当に美味しくなかったらその後来なくなります、うん、実際経験してて俺飲食の仲間いっぱいいるから で地元の店でもやっぱねあの昔「元気が出るテレビ」とか出てもうね1ヶ月ぐらいね、うん、長蛇の列だったんですけど、えー、1>, 1ヶ月後ぐらいからピタッと客来なくなって最後潰れたからね半年経たずだから結局一時的に宣伝して影響が出て儲かったところで本当に美味しくなかったらダメになって潰れちゃうのでそれはもう。 小タオでだろうがガジェットだろうが何であろうが洋服だろうが同じことなので私の知ってる飲食店もあるなそ <laughs> <な> <laughs> ういう歴史がなっていうことは俺も知ってるってことですころで,ダメなんですよ、うんうん、だからユーチューバー影響のあるユーチューバーに頼んだところでその製品が本当に素晴らしくなかったら逆効果になるので。うん 本当にやめた方がいいいいななっっていうことが言たたかっただけやでも本当にさ私もラーメンとかさ投稿しててさ昔からさやってるからこういう YouTube 始める前からでレビュー自分で書いてさグラフとかにして載せてるからでもその時代から私も忖度なくさ、うん、良くなかったよくないって普通に言うし味いいけどお店良くないとか店員さん対応最悪だから。うん まあ勇気ある人は行けばとかそういう感じで言ってるけどなんかそうすることでやっぱりなんかいろんな人からもラーメンのねもう指示もあるからなんかやりやすく自分がなるしっていうのがなんでみんな考えられないのかなって思っちゃう。なんか普通になんかシンプルにあれだよねちょっと頭がなんかね残念なまあ目先の楽な方と目先の利益に走って長い目で見てないっていう証拠なので。 ね、広告代理店さんも企業さんもユ、えーチューバー事務所さんも、うんえー、案件を受ける側のレビューアーさんもユーチューバーさんもちょっと一回真剣に考えませんか、うんまあ、うち全然影響力ないからうちはんの上で言ってもあれなんですけどでも言わないより言った方がいいので、うんまあ、うちこれでもね少なからず3500600人の方に向けて喋れるので。うんうん それはもう結構なゼップ以上でそうゼップ以上の人たちに毎日言ってるのと同じなので、うん、まあ言い続けていこうかなと思ってやってみました、はい、で、これ見てる人もねこういうふうにねいろんな方にね、うん、言ってくれれば広まるからねそ,<う>それだけでもそうなんですみんなで拡散していきましょうはいというわけではい私はどなしシュ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 ッ 今日の動画なんか早そうこの終わりも8分ぐらい ?9 分あ9分惜しいまあでもね本当になんかシンプルにそういうことですよね結論もう素直です <laughs> はいまあねこうどんどん広めていきましょうね皆さんでいい世界を作りましょうってことで今日もありがとうございました、えー、よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いしますじゃあねー